はい、皆さんこんにちは、こしあんです。はい、今日もシーズンマッチやっていきます。今日のお世話はこんな感じですね。まあ竜の HP が上がってて、神のアタックが上がってて、神の HP が下がってると、まあ神ターンラニカエコンバット、まあカエもいるのかな、まあいろいろ、まあいるでしょうということで、今日は、僕はラニカエにで、ラニカエに犬夜叉とトアを入れた、ラニカエン使っていきます。一応ねスキル見ときましょう。 85% から始まって 15% ずつ上がって最大 130% でコンボが 80% 以下の時に 1.6 倍って感じですね。誰でももらえるコマですね。チャージがまあ溜まるのがちょっと2ターンで溜まるのかな、何ターンだ、3ターンぐらいかかかるのか、結構かかりますね。犬夜叉の方はね、2枚返しで 1.8 倍の貫通と、まあ普通って感じですね。まあコスト15ですからね、入れたらこうなっちゃうんですけど、まあこれでやっていきましょう。今日も楽しんでオセルニアやっていきます。いきます。はーい、大勢よろしくお願いします。速攻流、今日の速攻流はですね、まあ火力が高い、あれは HP が高いですからね。85% 打てん。はい、 1.6 倍なんですよね。相手はオーラ2と、きちいきちいけど、これは乱体じゃないか。守護者、こっちか。ソーディアンを引きたい。はい、僕はそう思います。はい、やばい、寝起きだからな、喋ることがないぞ。守護者、まあいいでしょう。トゥポン出されるのが一番きついんですよね。はい、犬夜叉、犬夜叉、はい。まあね、僕にはねバハムートがいるんで、大丈夫ですよ。マーリアか、竜言を引きたいですね。ガトーか、一旦ニヤシャでね、ボンボンボンダメージを出して、未だに1万のか、やばいな。1万はちょっと飛ばせないぞ。待って、それ飛ばされない、セーフ。いや、きちー、あ、きた。はい、まあ塔は使えませんでしたね。守護者ゲー、守護者とバハ2倍出せるのが強いですね、やっぱ。はい、大勢ありがとうございました。はい、大勢よろしくお願いします。今日は速攻流も多いんですかね。まあそっか、多いか、 HP 上がってますしね。まあやっていきましょう。もう昨日までね4日間休みだったんですけどね、月曜日から、今日からねもう仕事なんですよ。いやさすがにね4日休むとね仕事に行く気力がなくなってくるっていうのがあるんですけどね、まあ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 頑張って仕事やろうと思うんですけど、まあねそろそろね、どうしよう、まあ囲っちゃっていいんじゃないですかね、囲っていく。オーラ引けてるのとエンディガがいるのはでかい、そして相手がねこうオーラを引いてないっていうのは大きいですね。ただねこっからねアベルとかね引いちゃうとねちょっとねやばいんですよ。まあ今日からあれじゃないですか、あのオールスターガチャっぽいのが来るじゃないですか。まあね、あのエルティナとかね、お、新コマだ、あのコンバートのエルティナですか、まあ、あれとか欲しいは欲しいんですけどね、ちょっとね、ちょっと待って、どうしよう、こう、まあただ引けないよな、サードシーズンありますしね。この前の新着オセロニアでなんか新キャラっぽい
コバも出てきましたし、いや、トワさんこうやろ、微妙な火力やの微妙な火力出してきたな、トワさん。チャージしないといけないっていうのはね、やっぱりね、トップで引いた時にね、うまく出せないですけどね。まあとりあえず、まあそうだよな、そう来るよな。1.6 倍なんだよな。はい。いや飛ばないか、やっぱり。まあただティルートのコンボは使えないんで大丈夫かな、いけるでしょう。ティルートでよかったですね。違う駒出されてたらちょっと危なかったんですけど、はい、よし、ギリギリ耐えると。まああとは3枚返しで守護者と終わりで、ふう、ギリギリ飛びました。ギリギリってわけでもないか、ギリギリ耐えたって言った方がいいかな。はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。3連続速攻流、ひー、なんだこれは。あー、いいっすね、デュポン引けてるのはでかい、大きい、すごく大きい。このね、休みの間にね、まあほぼほぼ寝てたんですけどね外なんて出れないじゃないですか、まあ、コロナもあるんで。まあその中で、ね、寝てるのと YouTube 見てるのと他に何をやってるか、 Amazon プライムでね、最近ね、あれなんですよ、挟む、やばすぎる。マジでドゥポンっていいんじゃないですかねはい、早めのドゥポンってことで、でね、Amazon プライムで、そうそう、あのエヴァを見たんですよ。僕ね、一回ね、映画館でエヴァ見たんですけどね、もう一回見たんですよ。やっぱりね、あいらね、何回も見といた方がいいんで。いやー、これどうしようかな。トアじゃねえんだよな。こっちか。これ 1.7 倍のトアで飛ぶかちょっと微妙な気がするんですけど、まあまあまあいけるか。相手が諦めて守護者と繋いでくれればいいんですけど、エヴァもね、やっぱね、あ、わっ、あ、そう怒られたらもうトア繋ぐしかないな。まあ、まあまあいけるでしょね、コスト15の力見せますよ。はい、オッケー、大丈夫。はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。お、ついに速攻流じゃなくなりましたね。っていうか、いろいろな話をしたいのに、あ、もうやっぱ速攻系のデッキとしか当たらないから全然話せないっていうのがあるんですけど、まあ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 いいでしょう。ただね、まあ X でしょうね。よし、オーラ引いてない。どうしましょう。あー、トゥポン来たな。いやー、逃げるか。で、下に来てもらえるのが一番ありがたい。そう、さっきの話の続きだとね、まあエヴァを見たっていう話なんですけどね、やっぱり新エヴァって最後長いですからね。うわ、これどうしよう。まだね、耐えれるんでコールいい気がするんですよ。ただね、やっぱ新エヴァを見てると思うのはね、あの他の映画と違ってね、シンジ君がかっこいいんですよ本当に。最後らへん、最初はね、あのちょっとね、こう塞ぎきってるんですけどね、まあそりゃね、急でね、カオロくんがね、あんな爆散したらね、絶対ね、ああなっちゃうんですよ、人間誰しも。
まあ、ただ新エヴァはそれで終わらないっていうね、やっぱりかっこいいですね。もう初号機に乗る前のシンジ君なんてもう覚悟ガン決まりしてるじゃないですか。いやあれはかっこいい。うん、あでもねやっぱ新エヴァはね、急激のね、真心、エアードが真心を君にはやっぱ見てないとね、やっぱきついっていうのありますよね。普通にあの新エヴァだけを見てるとね、みんなねこんがらがっちゃう、わかんなくなっちゃうっていうのはありますからね。あーまあこうで A でしょう。待って、オーラ低くなって、オーラ引いちゃダメよ。まあ一番飛ばされないっしょ。はい、はい、クソゴマ、はい。最強ですねアベル君。まあこれで耐えれます。はい、大丈夫です。いや今日のね火力くっそ高いっすね。やっぱり危な、オーラ引かれてたら危なかったな。アベルじゃどうにもならなかったかもしれないけど、大丈夫です。僕もバハムートで吹き飛ばします。よし、4連勝いい感じですね。はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。また攻めれ。いやー今日はやっぱ速攻系が多いですね。お、ソーディアンのトゥポンも効いてる、強いぞこれは。ただ相手もね引いてますね、ランドタイラント。お、ナイスナイスナイス、発動しないコマはありがたい。まあ X ですかね、こんなもん。はい、さあどうしましょう。もうね早くねサードシーズン始まってほしいっていうのは僕の中ではあるんですよ。やっぱり信号も早く引きたい、引かしてくれ頼むよ。まあ引けるかはねわからないんですけどね。はい、グエちゃんですね、こんなもん。グエちゃん行きましょう。で次相手がどう来るか。まあまあまあそうきますよね。そうきたらどうくる、どうするか。やばいやばいやばい、子犬パワー強すぎ。もうトゥーポン打つしかない、こんなもん。はい、トゥーポンからのソーディアンでいきますか。私の自信は揺るがない。へえ、そう来るのか。いや犬やしちゃって。まあこれでいいでしょう。でラン1枚返しか、これは多分。ただ相手のなアタックくっそ高いですからね。まあそうですよね、これバハ引かないとやばいんじゃないですか僕。多分なんか気持ち的に飛ばない気がしたんでちょっとこうします。よー、そっちでいいの。よしよしよし、危ねえ。いや守護者開けてくれたのはでかかったですね。多分飛んでなかったですよねさっき。はい、ここで犬やしゃ。最後は犬やしゃ。全然、強いですね犬やしゃも。はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦終わりました。まあラニカエンなんでね、まあトゥーポンが強いんですよ。あとはもうね犬屋もまあまあいい感じの火力は出してくれましたけどね。うん、良かったと思いました。ランドタイラント引いてから出すのは強い。うん、
まあ基本ね、ラニカエンっていうのはね、入ってる駒がね、みんなね、軒並み高水準なんでね、まあアタックは出せるんですよ。で、うまい具合に噛み合えば、ポンポンポンと勝てると、皆さんも、まあシーズンレポート2ですから。うん、いい感じでしたね。まあトアはね、てかトアもね、イニアシもね、無課金の駒なんで、うん、これぐらいの性能でいいんですよ。ね、初心者の人にはね、優しいじゃないですか。これとかね、犬やし入れてね、まあね、普通にシーズンマッチでダイヤとかいけると思うんで、まあ初心者の人はこれ作ってみたらどうでしょうか。ってことで今回の動画はこれぐらいで終わりにしたいと思います。よかったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは、さよなら。